するかっていうと、私が持っているファッション系のディズニーグッズを紹介しようと思います。今回は、T シャツだったりイヤーハット、カチューシャだったり、ね、全部紹介してたらすごいもう1時間2時間3時間タイタニック見れる時間がかかっちゃうので、お気に入りのものをねピックアップしてご紹介しようと思います。でも結構ね見せるので、ぜひ最後までご覧ください。まずね、私がお気に入りなディズニーの T シャツをご紹介していこうと思います。で、今もね着てるんだけど、こちらのアリエルの T シャツ可愛いでしょ。これお気に入りなの、見えてるね。これはディズニーシーのやつです。可愛いですね。もうね、いっぱいあるので、どうやって紹介しよう。これはもう皆さんがご存知のね、ディズニーシーの総柄のアリエルの T シャツだったりとか、こういうやつだったりとか雑すぎる。これもディズニーシーに売っててアリエルの T シャツ、こっちでも着れるしこっちでも着れるよみたいなやつですとか、これもディズニーシーのやつ、アリエルのやつでしょとか、これはなんかもう寝巻きになってきてるんだけど、ディズニーランド25周年の時の T シャツですね。ティンカーベルが可愛い。まあこういうのとか、あ、これさっきの総柄のアラジンバージョンだったりとか、アラジンとねジャスミンがチューしてるやつとか、もうこんなんなってるから畳むの大変だよねまあいいや。あとこれすっごいお気に入り、ウォルトディズニーワールド、お菓子のお城みたいになっていて、こっちは通常モードのお城ですみたいなやつです。あと私ニモがすごい好きなので、ニモの T シャツ、これはちょっとちっちゃいんだけどね、可愛いよね、クシュクシュだけど気にしないでね。これもすごいお気に入り、確か H&M のやつ、キッズのやつだよ。このスパンコールがね、なんとも言えない可愛さでプリンセスでございます。これはザラで買ったアリエルの T シャツ、この前買ったやつ、可愛いでしょとか、これもアリエルの T シャツ、これはねディズニーシーの昔売ってたやつ、後ろも可愛いでしょ。あとほぼね全部見せてます。私キャプテン・イーヨー、マイケル・ジャクソンのキャプテン・イーヨーっていうのは昔ディズニーランドにあったアトラクションなんだけど、もうなくなっちゃって、そのキャプテン・イーヨーの T シャツですね。でこれはマリーちゃん、マリーちゃんっていうか、いろんな猫がね描かれてる猫の T シャツ、ピンクで可愛いでしょ。はい、アリエルの T シャツ、この袖のとこが可愛いよね。でクタタンタンタタン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 、私ポニーテール似合うでしょ、可愛いよねって自分で言っちゃった。じゃーん、これすごいお気に入り、スプラッシュマウンテン、わかんないけどこうそういうやつです。あ、私の大好きなターザンのやつ、やつ、これめっちゃちっちゃいんだけどね。はい、あとヴィランズのね T シャツ、これはハロウィンとか近くなったらね着ます。こちらは男性ヴィランズの T シャツです。かわいいよね、ハデスとかもいるからテンション上げる上げる上げ上げるんだけど、バックプリントがすごいかわいいの、炎ってテンション上がるよね、私だけ見たらわかるよね、オレンジのなんかミッキーの T シャツだよっていうやつです。これはアラジンの T シャツ、ディズニーシーで買ったやつ。はい、バックプリントまですごい凝ってらっしゃって、ジャファーがいますね。あ、私のお気に入りの T シャツ、じゃーん、バグズライフの T シャツですね。可愛いでしょう。で、私が最も好きな T シャツなんだけど、じゃーん、このねキャラクターがね集合しているの、可愛くない？これすっごいお気に入りだから、もっと見せてあげる。で、なんと裏にキャラクターのサインがね書かれてるの、こういうタイダイ柄がね大好きだから、これ本当にお気に入り。で、似たような T シャツなんだけど、じゃーん、こちらもタイダイ調になっていて、このミッキーとかミニーとかドナルドとかグーフィーとかで、裏はこんな感じでまたキャラクターがね大集合しているの、可愛いでしょ。これもすっごいお気に入り、また似たような T シャツなんだけど、プリンセスがいるの、一番お気に入りなのはこれとこれとこれが一番お気に入りです。これもねタイダイ柄だからねすごい大好き。はい、ということで T シャツはこんな感じでした。すごいことになってるよ、見て、イエーイ、すごくない？
えぐい、めっちゃえぐい。私掃除機かけなきゃね、殺されるので早くしなきゃ。ちなみにさっき私が着ていたパーカーもディズニーのパーカーでございます。この後ろのねデザインがとっても可愛いの。はい、ということでカチューシャを次紹介していきます。もうチョンコの毛が全部ついてる。まずなんかよくみんながつけているカチューシャ3色持ってます。耳がね黒い方が私は好きなので、このオーソドックスなカチューシャが私は好きです。つけると時間ないからあまりつけないでチャン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 っていきますね。はい、これはミッキーのカチューシャです。はい、次これは海外のカチューシャですね。ミニーちゃんのピンクが可愛いですよね。はい、あと私アリエルのカチューシャを集めるのにハマっていて、こういうやつとか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 全部アリエルのカチューシャになります。これとこれはディズニーシーに過去に売っていたものになります。これはディズニーストアのものですね。でこれは海外のアリエルのカチューシャになります。あとはこういうニット帽とか、これはねただただ色が可愛いなと思って買いました。もうチョンコの毛がつきまくってるんだけど、これも一応持ってます。ミニーちゃんのニット帽でしょ、ジーニーのニット帽も持ってます。あとこれはマイクのファンキャップ、小学生の時に買ったやつです。あとこれシーライダーのファンキャップ、色合いがね可愛いの。あとこのヘアバンド、これは最近買ったやつですね。この前紹介したんだけど、ユニコーンのヘアバンドです。ユニバーシティのイヤーハットじゃなくてヘアバンド、日本語やばいよね。これイヤーハット、これは前も紹介したんですけど、アリエルのイヤーハットで、これはあの海外のイヤーハットです。ミッキーのね、これは友達がね誕生日にプレゼントしてくれたやつで、これアリエルのサングラスなの。パッと見アリエルっていう感じがしないと思うんだけど、ここがね綺麗になってるの。これはね海外に売ってるらしい。でこれは日本の C で買いました、アースラーのサングラス、タコの吸盤、可愛いよね。じゃん、これはディズニーストアで購入したアリエルのポシェット、アリエルのバッグ、これはパニカム東京で買いました。これはディズニーストアで購入したアリエルのバッグで、これは島村で購入したアリエルのバッグです。やっぱりアリエルが一番好きだから、アリエルのグッズが多いですね。これ一番使ってるかもしれない。で最後に私が一番大好きなやつを紹介します。じゃーん、これは前も紹介したことあるんだけど、ここにねキャラクターが、もうほとんどのキャラクターが集合していると言っても過言ではない、そういうデザインですね。可愛いでしょう。これはね海外のディズニーに売ってたやつらしいです。どこが好きかって言ったら、スイッチを押すと光るんです。見て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 、光ってる光ってる。そうだからディズニーでこれをねかぶって行ったら、もう昼間も目立つし夜も目立つの、光るから。だからこれは本当にお気に入りです。もう一個お気に入りの商品があって、ちょっと待ってて。じゃーん、これは前も紹介したんだけど、可愛いでしょ、レーシングジャケットです。オーロラ姫がいたり、アリエルがいたり、ジャスミンがいたり、シンデレラとベルと白雪姫がいます。これはね友達がわざわざこれを購入するためにクレジットカードを作って海外で取り寄せたレアな商品です。すっごい大きいの、これ。ここも可愛いのよ。私166センチぐらいあるんだけど、それでもねとても大きいです。で、まあ、派手なのでここら辺で着るのはちょっと恥ずかしいんだけど、ディズニーとかで着るのがおすすめです。これはね確か3万円ぐらいしたと思う。これは本当にお気に入り、私の宝物です。ということで今日は私のディズニーのファッションアイテムをご紹介していきました。いかがだったでしょうか。これでもね結構手放したものもいくつかあるので、ピークの時よりは減っちゃったんだけど、たくさんありますね。ということでこの動画が面白いなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。コメントもしてね。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。